81式射撃式装置2型は日本で開発された射撃式装置。官報と股間防空ミサイルの射撃式に用いられており、いずれも海上自衛隊の護衛艦に装備されている。1950年代末より、ソビエト連邦軍は K-10S 空対艦ミサイルや P-15 艦隊艦ミサイルなど対艦ミサイルの配備に着手した。 1967年のエーラート事件を受けて、西側諸国においてもこれらの脅威がクローズアップされ、対艦ミサイル防御が急務となった。海上自衛隊では、当時進めていた第3次防衛力整備計画では、これらの施策が間に合わなかったことから、第4次防衛力整備計画での導入を目指していた。これに応じて ASMD に対応した新型 GFCS として開発されたのが本気である。開発は昭和45年度より小型射撃式装置として着手された。開発計画は法制御部とミサイル制御部に区分され、法制御部は下記のような開発選評が計画されていた。またミサイル制御部については昭和50年度での委託研究が計画されていた。技術試験までは順調に進展したものの、 試作品の重量が課題であったために、追尾レーダーの精度を左右するサーボ機構の追従、応答性に不安が残るなどの問題が指摘された。また予算確保にも問題が生じたことから、開発編票の1年延長が決定され、昭和49年度にも引き続いて陸上技術試験を行った後、昭和50年度より護衛艦村雲の第二法違反を試作機に換装しての海上技術。 実用試験が開始された。しかし試験において、レーダー送信機の不調という問題が発生し、その解決に半年を要したため、会場技術、実用試験も昭和51年度まで延長された。これにより、試験完了見積もりが昭和53年度にずれ込んだことから、当初計画されていた、白根型での採用は断念され、 オランダのシグナール社から WM-25 を輸入して装備した。海上技術実用試験では特に陶器のシークラッターのために目標追尾が安定しないという問題が発生し、ドップラー処理を利用した m t t マティが新たに開発されて組み込まれた。その他重量軽減や電子防護機能向上策なども施され、 昭和53年度より試験が再開された。しかしながら、これらの問題が解決された後にも、射撃式装置としての最重要機能である射撃精度と弾着観測精度が目標値に達しないという重大問題が残った。このことから、1978年2月、実用実験体指令のもとに、関東地方の技術研究本部、 会場爆僚幹部及び実施部隊の幹部を休合して支援グループが編成され、またメーカーである三菱電機でも鎌倉製作所の専門家を結集したグループが設置され、官民の力を結集したプロジェクトが発足した。両グループの精力的な取り組みによって問題は解決され、同年8月の対空射撃を経て、会場技術実用試験は10月に成功理に終了。 1979年3月に81式射撃式装置として正式化された。本機の開発時の目標は下記の3項目であった。上記の経緯により試作機は法制御部を模したものとされた。法違反には追尾レーダーと共に警戒レーダーが装備され、下側に警戒レーダーのスロットアレイアンテナ。 上側に追尾レーダーの稼ぐレンアンテナを積み重ねた構造となっていた。方位板全体がアウターロールインナーピッチ型の二重、揺らかご型のスタビライザーによって安定化されており、また分圧や塩外の影響を少なくするため、方位板全体が白いレドームに覆われていた。警戒レーダーは横長の長方形のアンテナを備えており、60rpm の速度で水平方向をスキャンし、 捜索と目標追尾を同時に実施するという捜索中追尾方式が採用され、警戒レーダーが捉えた目標の内高脅威度のものを追尾レーダーに移管して攻撃を実施する構成とされた。これらのレーダーは共通の送信機を使用しているが、このレーダー送信機としては周波数可変能力を実現するため、進行破綻とともに交差電力増幅管が採用された。また、 蒸気の経緯により、電子防護能力向上のためパルス圧縮が、またクラッター抑圧能力向上のために、MTT 回路やマティ装置が付加され、レーダー追尾能力の改善が図られている。捜索段階では、送信機の全出力が警戒レーダーに分配される。目標を探知すると、警戒レーダーに40%、追尾レーダーに60%の割合で出力が分配される。追尾においては、 FCS-1 と同様2対4個のホーンによる振幅モノパルス方式によって角度誤差を検出し自動追尾する。また死人によって発見した緊急目標を補足、照準するためにレドーム外に高学照準器が独立して設けられている。これは照準望遠鏡と t v カメラ、整合望遠鏡等によって構成されている。 なお電子計算機としては、ワード長16ビットの国産デジタル計算機が用いられた。情報を自分割り処理することにより、一台の FCS でミサイル射撃と砲射撃の二つの計算を同時にできるようにされた。搭載艦艇山行き装備の FCS-2 から12レドームと高額照準機ミサイル射撃式装置2型から12は、 試作機の設計を基本として、ミサイル制御部を付加した。ミサイル誘導用の送信機には NATO 型の連続波、送信機であるマーク73を装備し方と、艦対空ミサイルの完成を可能としており、ハイタイプと呼ばれる。方位板はイナス2から12、光学照準機はイナス2から12と称される。光学照準器にはレーザー測距偽が追加されたほか、 後日の FCS-2 から21と同様に、テレビ画像の自動追尾機能も付与された。なお電子計算機については、新しい標準となっていた、a n ク2 0電子計算機に変更された。デジタル連接化も配慮されており、管の戦術情報処理装置や、返済される FCS-2 から21からも、 目標探知情報を得られるようになっている。搭載官邸、山行き装備の FCS-2 から 21A、旗風装備の FCS-2 から21、C 射撃式装置2型から21和砲の完成に特化したタイプであり、ロータイプと呼ばれる。基本的には、試作機をもとに、レドームを配して追尾レーダー部のみを独立させた構成であるが、最大の変更点として、 安定化方式の改正がある。従来の国産 FCS は、六十八式、七十二式、f c s 二試作機と、いずれもスタビライザで、機械的に水平面を作る方式であったが、本機では、小巡線を電子的にスタビライズする方式。これは、アメリカ製のマーク五十六放射撃式装置では、用いられており、国産機では、経験、実績がなかったものの、 試作を経ることなく、実現の目処がついた。レドームが廃されたこともあり、広角照準機は別体ではなく、後意板の右側面に装備する形式とされた。また新たな試みとして、テレビ画像による目標自動追尾方式が採用された。追尾レーダーのアンテナとしては、52DD 用の FCS-2 から 21A では、試作機と同様の風グレン式が踏襲されたが、 52、で用に開発された FCS-2 から21バイトでは、管が対空捜索レーダーを持たないこともあって、捜索機能の付与が求められたことから、パッシブフェーズドアレイ方式に変更された。水平方向の操作は、方位板の旋回により行う一方、不行方向の操作は、電子的にレーダービームを試行して行うという一次元フェーズドアレイ方式とされた。 なお FCS-2 から21では、レーダー送信艦はマグネトロンとされた。射撃式装置2型から22は -21 の改良型で、追尾可能な深くが -21 の82度から100度に拡張され、天頂までの追尾が可能となった。なお FCS-2 から 22A では、アンテナ部は -21B と同様にペサとされている。 射撃式装置2型から23には、シースパローミサイルの完成機能が付加された。搭載艦艇、ハヤブサ装備の FCS-2 から31、C 射撃式装置2型から31は、FCS-2 シリーズの最新型で、砲、対空ミサイルの発砲、発射完成を行う、追尾レーダーのアンテナが露出した、外見上は、 FCS-2 から 2X に類似している。また、右側には複合センサーが併設されている。レーダー方位版の形式は、ディル2から31とされている。搭載鑑定、ありがとうございます。